大国鉄 ALS 型ディーゼル機関車は1975年に製造された大国有鉄道の電気式ディーゼル機関車である。その車番から4100型と呼ばれる場合もある。大国鉄では次世代の大型機として1963年に導入された G 型が好評をもって迎えられた。しかし、輸送需要はさらに増加の一途をたどり、 複線化などの設備の改良が遅れていた、大国鉄はこの需要を裁くために、大型機の増備が必要不可欠となった。これを受け、GE 型と同じ電気式ディーゼル機の大型機として製造されたのが、本形式である。本形式は導入直後は、大型機ゆえの過度なフランジ摩耗が起こるなど一部では、問題も発生した。しかし、車両自体は、非常に優秀であり、その後、 奥型、アルド型、アド型と本形式とほぼ同一形態の車両が1985年までに計113両製造され、ALS 系として大国鉄におけるディーゼル機関車の最大勢力となっていく。旧塗装の4107号機角バッタ箱型の車体をしている。導入当初は、全商道は車体上部に設置され、車体前面用部には、 後部標識灯のみが設置されていたが、後に腰部にも全小灯が追加され2灯が並ぶ形となった。ライトについては、全小灯と微灯が同じ大きさの車両、微灯が一回り小さい車両、さらに近年では LED 化された車両も出現しており、様々な形態の車両が混在している。塗装は2019年現在全面が黄色で、側面が オレンジ色を基調とした旧塗装と側面は旧塗装と同一で全面が淡いオレンジ色と茶色の新塗装が存在する。どちらの塗装も車体全周にわたって細い帯を巻いているが帯の色は車両によって銀赤、か銀青、白一色など一定しない。さらに新塗装の車両の一部には車体全面下部にの黒いロゴが大きく入った車両もあり、 塗装形態の増加に拍車をかけている。なお、近年旧塗装に塗り直された車両が出現しており、今後は旧塗装と新塗装の両方が維持されるか、あるいは旧塗装に再統一されるものと思われる。導入当初から現在まで、その高出力を活かして、前述の同系列3形式とともに、特急、急行運用から普通列車、 貨物列車の牽引に至るまで幅広く運用されている。また、北本線の急行バイク間である、クンターン峠を擁するナコーンラムパーンクンターン間において本形式が放棄として特急列車などに連結される。2000年時点で4111号機のみ、実験的に 12PA4V200VG に換装名称は、日本のファンの間で、 慣用的に呼ばれているものであり、大国鉄の正式名称ではない大国鉄の大国内での略称他にも、車番の数字の書体や前面の帯の角度など細部に差が見られ、ファンの間では全く同じ形態の車両は存在しないとさえ言われている。ありがとうございます。